としてもテイクダウンを取られた。いよいよ上田が勝負がエイヤーがつけましたね。そして亀の体勢に持ち込むバックコントロールに展開していきます。ゴロバットを蹴ってリアネイキのチョークの体勢、フェイスロックに近い形、もうこれでも構えないということか。上田、ああこれも外れている。1人はフルマーク、いや2人がそうですね。そして1人は29対28、3対0で笑顔の上田正達です。